小川コマドリは、スズメメヒタキカに分類される鳥である。和名は、本種を日本で初めて採集した小川幹にちなんで名付けられた。ユーラシア大陸の中部以北に、夏鳥として捕らえ、繁殖し、冬期はアフリカ中部からアラビア半島、東南アジアに渡り越冬する。日本の周辺では、ロシアの沿海州付近やシベリア東部でも繁殖している。 日本では以前は観察例の少ない名調だったが、調査が進むにつれて記録が増え、現在では稀な旅鳥、または冬鳥とされている。日本海側の島しょ部での記録が多い。全長約15センチメートル。額から尾にかけての上面はオリーブ褐色で、腰の部分が大色がかっている。白い眉藩が目立つ。腹部は灰色。オスの喉は青く。 喉から腹部との境にかけて黒、白、茶褐色の横帯がある。メスの喉は灰色で、胸部の横帯はなく、腹の黒褐色の縦縞がある。日本における記録では、河川敷や古小園の草地や足腹で単独でいることが多い。地上で採取しながら、近くに岩や杭に止まっており、危険を察知すると低く飛び草地に隠れる。繁殖期には、 湿地の近辺の低木林などに生息し、つがいで縄張りを持つ。植生は主に動物食。昆虫類の幼虫を捕食することが多い。繁殖形態は卵生。地面のくぼみに枯れ草などを用いて、湾状の巣を作り、5から7ラムを生む。放卵日数は約13日で、ひなは13から15日で巣立つ。さえずりは、チュルチュル、チュリチュリ等を組み合わせた、 複雑なもの、字なきは、た、ぐ、ありがとうございます。